名古屋市の河村隆史市長を投げ飛ばしたのは横綱照ノ富士です。来月9日に初日を迎える名古屋場所を前に、横綱照ノ富士が愛知県知事と名古屋市長を表敬訪問しました。ぜひ名古屋場所でもですね、連覇を目指してですね、大いに盛り上げていただきたいと。怪我から復活し先場所優勝をした照ノ富士、先ほど意気込みを語りました。復活にあたってこの体に関わってくれた人っていうのはね、肩、肘、もう全体的にこう治療もそうだし、トレーニングのトレーナーとか、もう40人近くの方がやっぱり支えてるから、名古屋でっていうのはないし、まあ、今年こそっていう思いで、まあ、一日を大切にして頑張っていきたいなと思います。